ハデスの猛攻により追い詰められた英雄たち。だがそんな時、妖精が真の力を発揮する。彼とゼウスがハデスを食い止め、連合軍は危機を脱した。拠点に戻った英雄たちは、ハデスに対抗するにはイグドラシルを弱らせるほかないとの結論に至る。だがそんな手を知っているのはシセル・オーディンのみであった。時間を遡ればオーディンを救えるかもしれない。ガイアの援護のもと、時を渡る神谷の術を成功させようと、連合軍は彼女らを核に据えた作戦を立てるのだった。ガイア様の力をお借りすれば時を渡ることができるかもしれません。ですが必ず成功するとは言い切れないのです。成功の可能性を少しでも高めるためには、結界を用い時空の歪みを軽減させた空間を作り出す必要がございます。なるほど。だが今や異界の歪みは相当なものだ。これに抗うとなるとかなり強力な結界が必要となろうな。ならば我ら戦界の者が総力を挙げてその任に当たるのが適当だろう。かぐやだけに重責を担わせるわけにもいくまい。だがこの試みがハデスに感知されれば必ずや全面的な妨害を仕掛けてくるはずだ。そうなると結界を維持するのは難しくなる。つまり事実上挑めるのは今回一度きりというわけか。はい、そういうことになってしまいます。かぐやよ、案ずるな。全知全能たる私がいる限り失敗はありえない。貴公らは安心して己の力を用いるがいい。時を渡るため準備を始めます。皆様どうかお力添えを。敵を払いかけまつりました。やっぱり今のままじゃ時空の歪みが強すぎるわ。要所を抑えて歪みを抑える結界を作らないか。ならば全知全能の私に任せてもらおう。妖精ばかりに出しゃばられては尺なのでな。騒がしいと思えば敵襲か。急ぎハデス様にも報告しろ。わきまえろ。敵襲を奪いに。おや、もう感づかれてしまったか。その通りだ。やってくれるの。その強さわし以上かもしれん。遅れるな。かわいましたか。元気は。さっさと敵を蹴散らして場所を確保するぞ。結界を完成させてしまえばそれまでだ。あら、楽しそうなことやってるじゃない。私たちも手伝ってあげる。ダッキーよ、お前に協力を求めた覚えなどない。言っておく、これは遊びではないのだぞ。まあ協力するというのは断る理由もない。北はダッキラに任せ、私たちは南に進むとしよう。どれはいかん。愛曲決勝、私にはかなわなかったな。期待以上の活躍よ。仕方あるまい。わきまえろ。遅れるな。かしこまりました。元気を上げる。
南はなんとかなったな。次は北だよな。もう大好きよ。だってこんなにめちゃくちゃに。時を渡るか。またあの力を味わう日が来るとはな。まだ味わえるとは決まっていない。音の成否は我らの働きにかかっているのだからですよね。それじゃせいぜい頑張っておくとしますか。フルでギラギラとフルで差し込みモース復帰参りましょう。俺様がいて助かったろ。もっと感謝してくれていいんだぜ。感謝してんじゃね。愚かしい。私にはかなわなかったな。愚かしい。わきまえろ。気づかんぞ。遅れるな。確かに。予定していた要所は全て押さえ。さて、結界の方はどうなっている。そうより時空の歪みが強いみたいに。もっとしっかりした結界が必要だわ。結界の効力を高めるためにはもう一つ要所を抑えていただく必要があります。要所をあと一つか。どこを抑えたらいいかしら。それじゃ一番北の要所を奪いましょう。敵の本体も追い払えるし一石二鳥だわ。では私が指揮を執る。最北の地を制して結界を完成させる。相変わらず容赦なしじゃねえよ。美しき花に焦げとはよく言ったものじゃ。切り込むぞ。遅れるな。かしこまりました。助けが必要か。駆け引きの妙見せてやろう。今日はもう勘弁してやる。これで十分な結界が張れるはずだ。かぐや頼んだよ。かしこまりました。ルーゲン、これより結界を。お前たちが動いたと聞いて来てみよう。面白そうな遊びを始めたみたいじゃないか。結界がどうのと聞こえたが、そんなものを作って何をするつもりなんだ。ほう、もう現れたのか、冥府の王よ。ゆっくり構えていてくれてもよかったのだが。みんな、何としてもハデスを抑えてちょうだい。
結界が完成するまでの辛抱よ。切り込むぞ、遅れるな。かしこまりました。役に立たせてくれ、わきまえろ。暴れろ暴れろ、貴様の戦場は最高だ。さあ来いよ、冥府の王が、あんたの魂をもてあそんでやる。ずいぶん必死にあがくんだな。何が狙いなのか俺にも教えてくれよ。いや、実は俺たちって教えられるわけないだろ。参ります。これでゆらゆらと震える。かしこみ申す。おろかしい。時空の歪みが消え去った。これは強力な結界だ。すごいわね、かぐや。さあ、私と一緒にあともう一頑張りよ。はい、時を渡る力、今こそ使いましょう。の力で時空の歪みが消えていくわ。今ならばきっと。さあ、かぐや、目指す場所へは私が導いてあげる。あなたの力を使ってちょうだい。ダイヤ様の温かき力に包まれるのを感じます。あなた様の導きあれば必ずや。課せられたお役目、今こそ果たしましょう。うまくいったようで、ようございました。うまくいったようだ。今のが時を渡る感覚ってやつか。この何とも言えない感じ、懐かしいな。ここはユグドラシルの内部か。ひとまず想定通りの場所には渡れたようだが、問題はオーディンがハデスに撃たれる前に戻れたかどうかだよな。はい、時を渡る儀、滞りなく済みましたが、どの時点に戻れたのかということまでは私にも確信が持てないのです。少なくとも近くにハデスの気配は感じないわ。どこかに冥府の軍勢が隠れているということもないみたい。あとはオーディンさえ生きていてくれればいいのだが。奴はこの先の泉でハデスに撃たれたはず。そこへ行けば俺たちがいつの時点に戻ってきたかはっきりするんじゃないか。そうね。それじゃミーミルの泉へ急ぎましょう。オーディンの話によれば、オロチ様を復活させるために
この世界に散らばった腕輪が必要らしいのよね。あんな鼻持ちならない奴の言うこと聞くのは尺だけど、オロチ様のためだもの、一肌脱いじゃおっかな。聞いたぞダッキー、その役目我が輩に任せよ。あら、清盛さんもやる気なの？私だけでやろうと思ってたんだけど。少子、オロチ様の復活望むは刑のみにあらず、必ずや我が手で腕輪を集めてみせようぞ。